あいつ何やってんだよ。わかんないです。おいよ、ね、こっち。すみません。なる、変態、変態やろう。最後から行きます。変態当たり前だよな。すみません。何割り込みしようとしてんだお前。入れてめえ。おいって別にここに入れなんせんよ、まあ、並びに加われってみたいやってんだお前は。やろ、もうカメラ待ってるっすか。そういう話じゃねえよ。ルールは守れよお前。おかしくないですか。びっくりしましたね。これ考えていた以上なの。これ一般っすかね。抽選の並びは本当にもう結構いましたよ。おはようございます。大東市2日目の朝だよ。さあ入場です。取れるかな。結構人がいる。みんなパチスロ行ってますね。超見られるな今日も。あ、取れる取れる。作戦通りじゃ。空いてる。どうしましょう。昨日ここが当たりっぽかったんです。下がって下がって。あ、じゃあここが当たりっぽかったんですけど。すげー上がってんね。上げ狙いですか。上げないとはここだよ。じゃあこっちにしますか。これいいの。どうする。4ゲーム回ってる。そうなんですよね。変更して4ゲームじゃないの。変更して朝全部1ゲーム回して。でもそれだとしたらおかしいですよね。あ、この飲み物って違います。違います。じゃあ誰かが回した後かもしれないですね。朝来て誰かが回した。じゃあで変更だったってことですね。はい、じゃあこの3台しましょう。お茶忘れちゃったのか。おはようございます。おはようございます。さあ昨日とは打って変わって。はい、まあいい天気ですよ。快晴です。あれ、はい、元気だね。いやもう今日はやる気満々ですから、はい、頑張りましょうみんなで、はい、なんか昨日の夜いいことがあったんじゃないですかこれ。夜はちょっと本当嫌なことばっかりでしたけど。なんかねえ、どうしたんですか。そんな元気ってことなんかいいことあったのかなって。あ、いい男に騙されたとか騙されてとか。麻雀で負けました。原因あんただよ。この人ゲストからは上がらないって言っといて。いやマジで無双でした。一人勝ちですよ。いやほんと強すぎて引きましたもん。あの奥さんに鍛えられてるんで。といったわけで、はい、昨日たんさん遊んで、はい、さあ今日本番っすよ。はい、そうですね。遊びじゃねえぞ。はい、勝たなかったら帰れねえよ。それも旅っぽいですね。勝つまでやめないよ俺。はいはい。待ってきます。大丈夫ですか松本さん。はい大丈夫です。昨日も勝ったんで弾みをつけて迎えてます僕は。麻雀で。いやいや、スロットで。いや本当傷口に塩を塗り込まないでください、ね、忘れかけてたのに今。さあで昨日決めました。はい、今日は何を打つんでしたっけ青山さん。はい、窓かまぎか初代を打ちます。どうなんですか。俺本当に分かんないですよ。いや多分トリコですよ。トリコ、今日帰る頃にはあなたトリコですよ。なじゃ分かりました。その何が面白いのか、はい、ちょっと3つぐらい教えてくださいよ。はいはいはい。じゃあ打ちます1個、はい、これは本当のやつですけど、うん、なんかもう2本の軸があるんですよ、うん、ほう2本の軸、はい、はいはい何でしょう。あの規定ゲーム数で当たるっていうのと、うん、もう1個はチャンスゾーンで当たるっていう2つの軸があるので、うん、それ普通じゃないですか大体の ATRT ってそんな感じじゃないですか、うん、じゃあちょっと違ったな、うん、じゃあアルティメットとか言っときます。あ、フリーズ。フリーズ、ほう10万分の1です。あ、それは引き応えがそう引き応えありますよ。俺でも10万のうち低いかな。10万はちょっときついかな。だって8000の方がいいかなゴッドの。あーそっか、うんうん、私の大好きなワルプルギスの夜っていうのがありまして、うん、ワルプルギスの夜、はい、お通称ワルプルです。ワルプル、あ、はい、今聞きますねたまにワルプル、うん、はい、そうですね、はいはい、でワルプルの一番最高継続が 80% あるんですけど、はいはい、うん、これ普通なかなかやっぱ 80% ループのとかって引くのって、まあね、フリーズだけとかだったりするじゃないですか、はいはいはい、あの特殊役とかそういうものをボーナス中とか通常時とか引くタイミングによって恩恵が結構違うんですよ。うん、でそれをボーナス中に引けば 80% 確定するとか、あらそういうものもあるんで結構お得なタイミングでお得なことたくさんあります。ちょっとやる気になってきました。なってきました。もう最後もう一押し、もう一押し、もう一押し、もう一押し行ってやれよ。魔法少女が可愛い。よし、はい、
さ、はい、今日のこの格好は、はい、前祝いって話ですよ、はい、覚えてます覚えてますこれは窓かとホームランじゃねえんだよ、はい、なお祝いパーティーに出る格好ってことですよ、はい、今日対象してパーティーを行います。 そうですね、その格好を先にしたって意味ですよ、はい、なんでまあ2000枚3000枚の勝ちじゃ、うん、パーティーなんてねならないじゃないですか。ありません。なんで大阪で、はい、パーティーを開催できるぐらいの、はい、勝利を、はい、いますよ、はい、本気で、はい、いきますよ、本気で、はい、本気で、はい、本気で、はい、よしよし、はい、よしよしよし、はい、パーティー何回やってんですか。何回やってんだよ。パーティーのために必要なものを忘れてました、はい、パーティー、我々がパーティーを開催するために必要なもの、はい、マノマギ、はい、気合、はい、さあそしてパチロボです、はい、パチロボ、パチロボ、あの前でだとっていうかさ、はい、まあただそれだけなんですけど、これ唯一面白いのは、まあ、パチロボ基本使えないんですよ。基本ダメなんですけど、あの、そうなんですか。いや、今パチロボがダメって言いました。パチロボ基本ダメなんですよ。なんでそんなこと言うの。ダメなアプリなんですけど、はい、一個すごい面白いので、どうなったは本当面白いんで。どうなった、あ、この後どうなったか。マイデータを、まあ、開始します。で、終わるときに取ります。で、そうそう、後から通知が来るんですよ、はい、夜。へー、その台がどうなったかっていう。あ、はい、あなたが辞めたところから何枚入れましたみたいなのは。この間俺撮ったやつは、はい、ハーデスって沈んだんですよ、はい、2000枚ぐらい、はい、したらいいやめ時だったらね、カフェオレでも飲むって言われましたよくわかんない。誰なんすか。いや、ね、そのコメントすげえ面白いんですよ、はい、カフェオレ、カフェラテだ、カフェラテ、いいですよどっちでもそこはカフェラテ飲むって言われたんですよ、はい、いやこれ本当面白いんで、はい、ぜひバイデータ撮って撮るだけじゃない、最後に終わる時に読み込みます、はい、でどうなったを受けるってやると、まあ受け取らないってやっても後でどうなった見えるんで、はいはい、そのコメントをぜひ。わかりました。あの味わってカフェオレで、だから、ユニメモ、はい、パチロボ、はい、どうなった、トリプルスープですねこれ、はい、うん、豚骨と鶏と魚介ですよ、はい、まずそうですね行くよな混ぜないでほしいなそれこの番組は旅嫌いの木村魚拓があえて旅打ちに挑む、目的がよくわからない番組である。おお、お前準備できて、あっ、あ、違う、なんかあれは必勝本のやつです。これはガイドのやつなんですよ。知らないですか。間違ってもこっちを押さないでくださいね。ええ、これ押しちゃダメですよ。あ、こうやって勝手にやらねえよ。本気だぜ俺ら今日は。はい、本気だぜ。はい、勝つぞ俺ら。はい、最後、はい、いきます。実践開始だよ。メニューからマイデータを取る場合はまずはホール機器のマイデータを開始しよう。やめる際にパチロボで QR を読み込んでマイデータを回収しよう。はい、いい始まりです。朝一はホームラ部屋いたら設定変更で降格いってる可能性が高いので。おー、なるほど。で、この台って昨日はマイナスで終わってやったじゃないですか。上げですよ。マジ僕のは昨日出てた台ですよね。出てた台ですけど、レア役の引きがめちゃめちゃいい。朝一ホームラ部屋行かなかったんですけど、早い段階でチャンス目スイカ強チェリーと引いてます。逆チェ、逆チェ、いいですよ。何分の1なんだよ。80分の1が6です。1は1が110ぐらいだったから。お、結構ある。うわ、外れました。
からの前兆で、これはゲーム数の前兆ですね。お、マジカルチャレンジをここで煽る。さっきのスイカ、あ、矛盾みたいなこと。おい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 、おい、おい、素晴らしい、ありがとうございます。以上天国。でも85とかちょっと当たりづらい気もするんですよね。普通90ぐらいで、90何ゲームで出てくるから。400、450ってある。440が通常 A でめっちゃ当たりやすいところだから、ちょっと据え置きっぽい。はい、昨日の前日が361ゲームやめっていうのは出てるんで、87ゲームと足すとちょっと据え置きっぽいかなっていう感じですね。朝一あのチャンス目弱チェ強チェで引いてて、弱チェで効果が上がってたとしたら強チェリーそこ設定差あるんで当たってないので、まあちょっと不安な感じですけど、とりあえずここでボーナス中にホームラン揃えて入れちゃえば持ちコインができるので。頑張ろう。めっちゃ移動したいし、もっとのが100%面白いな。早いよお前、これ揃えたらバイソンがお前の好きなジュース買って、揃えられなかったらコーヒー買ってこいよ。高確率だ、高確率だ、いや高確率だから。はいはい、わかりました、絶対揃えます。40ゲームもありゃそりゃ揃うって。シングルか、でも素晴らしい。ごちそうさまです。ごちそうさまです、ありがとうございます。いや、揃えたらバイソンがジュースを買ってくる。ありがとうございます。ないのみたいに、今初めて聞きました。おいしいカフェオレが、おいしいカフェオレ、俺はおいしいブラック。ブラックですか、はい、わかりました。従うのかよ。僕最近ストロングスタイルって言ってるんですよ。あのデータカウンターの横にストロングスタイル宣言って書いてある。どこがストロング？美味しいカフェオレって言われたけど、ホットかコールドか聞いてなかった。だからどこがストロング？B 以上に一応期待なんですけど、よっしゃ、最低20ゲームなんで。え、ダメなの20？一番最低ゲーム。おお、いいよ、おいいよ、いいよ、花火、あおうか、オッケー、オッケー、やりました。おい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 、すげえぞ。天国、はい、あ、これ、はい、ありがとうございます。いくつ？彼氏いるの？いるの？帰れお前、帰れほら。なんかにやけたかと思ったら帰れってなんすか。これがストロングスタイル。赤と紫、弱チェ、俺がカウントするためにあのカメラが寄るって。60分の10ですね、今180ゲームで3回。
これで180円で背中に行って取り込んだったらおかしいやつですよ。チャンス役を何も引いてないのに円環の断り入りますと、朝一145ゲームぐらいかな。先日やめゲーム数は265。まあここまでは行くんですよね。おお。守りたいもん。よっしゃ。3人。よっしゃよっしゃよし。まあまだまだわかんないですけど。当てろよ俺やろお前。お。緑文字。ちょいこの上赤があります。ああ。あれ今日チェリーってこと？じゃあ口か。あ、赤いじゃん。いや、この後です。あ、僕の入ってるじゃないですか。多分 OK だと思います。当てろよてめえ。こっち期待したいですよね。カットインも入ったし。オッケー。やりました。よーし。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲーム数163という。お願いします。昨日のと合わせて440だよ。400。それ A で強いとこじゃないの？はい。まあまあまあ。これおかしいっすよね。なんなんどっちもあるけど、ちょっとだけ設定変更の方が強いんじゃないですか。出したらいいんだよ。まあまあ、背置きだろうが、背置きだろうが。当たったって、あと一人当たってない人がいますけど。いやでも一番いい台っぽいんで、大丈夫です、大丈夫です。もうお膳立てしてますから。大丈夫です。やめる気満々だよ、俺。なんかちょっともうやめそうな感じが出てるんですよね。こっからですよ。今だけですから。わかりました、頑張ります。いやもう大好きになってほしい。おすすめしたからには最近だってよかった、楽しかった。青山は本当に窓ガニばっかり言ってるんですよ。最近なんですよこれなんですけど、その最近打ち始めるようになって毎回出してるんですよね。出てないよ、見たことないですよ本当に。いいっすよ。なに、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 これなに。あ、ボーナス連勝です。天国行ったかも。これ熱いじゃん。これはまあ熱いっす。そうでしょ、ま、いけいけ、ほら、まあ、おい来ました。花火柄天国です。やっぱ窓マギいいんじゃないですか。マジか。はい、44ゲーム追加投資なしで分かりました。いいよいいよ、ありがとうございます。俺だとさっぱり当たんねえな。これはめられてんじゃねえかこれ。教えて、可能性があるとかあんの言われてよ。わあ！テリポまで、もうちょ、アートまで行った。逃げます。おい、すごい。ありがとうございます。結構レアじゃない。80分の1とかだったらよくて。お、
230あたりの強ベルやと思います。危なくないか。気合です。いいですよ、いいですよ。開始。あれあれ、あ、よかったよかった、まあ、怖かった今のは。よし、はい、こうなんだ。まあ、ようやくビッグいたんですけど、投資は1万円。2連続プチボ。マジか。熱いよ、熱いよ。震える。おお、何、いや、ちょ、や、やったやるな、お前これ、けっ、いや、ありがとうございます。なんだ、あー、よかった。いや、もう全然そんな時じゃないですから、今。何やってんだよ、本当に。大事な時ですから、今。アルティメイト。気持ちになってください。おい、アルティメットなめんなよ。えらいとバッチリだな。さっきワルプル最高 80% って言っちゃったけど、アルティメットだったら 90% なんで、まあ、別枠の話しちゃったんですけど、うちが一番やりたいやつをバイソンさんが引いちゃいましたね。変わってくんないかな。青山さん打ちます。いいんですか。どういう話になってんの。じゃあ初体験の木村さんにやってもらいます。俺はいいです、俺はいいです。いやいやいや、初打ちだったらこんなめったに体験できないですよ。いや、いいです、いや、もう一生のうち最後か。興味がないんで。じゃあしょうがない。じゃあ行きますよ。お前ちょっとこれ、あ、もう皆さん打っといてください。いやいや、ここはちょちょちょっと待って、ちょっと待てよ。行くのか。どうした。応援するぞ、応援するぞ。これだったとは思わなかった。ちょっとすごいプレッシャーなんですけど。いや、そのためのアイテムだから、これ。はい、いや、まあ、完成。アルティメットは最低5連で、90% 継続で、継続か非継続かで。うるせえよ、この野郎。500ぐらい乗せりゃいいんだよ、黙って。だめー、余計な説明いらねえんだ、おら。いきますよ、はい、いけ、ストロング。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。来ます、はい、最後、最後、はい、来ます。どれ、あ、チャンス目か。これはちょっと期待したいですね。最初ない、結構行くときに行くんで。こっから90%、こっから90%、よし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 。頑張れ。行け行け。あー、よかった、よかった、よかった。さあ、どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。チャンスやってるのね、書き換え中でもあるんで。800ぐらい行くな、800ぐらいな。どんどんチャンス目引きたいと。よしよし、あー、よかった。
うまい、よかった。まあこんなもんすよ。これがストロングスタイル。 90% だろ。はい。本気のやつ、本気のグーパーやろ。こっちがストロングだった。たくよ、144でお前何分使ってんだよ。たくよ、なんすか。あ、なんか すげえの引いたわけじゃないの。あ、これは出てくるの確定してます。なんだってめえ、これまあ間違えない。木村さんが知らなくてなんで僕が殴られるんすか。はいはい、1回ぐらい揃えたいな。ダメだ、今日は月が綺麗だねですね。おー、赤い。おー、ホームランちゃん。139。ワルプルもあるかな。ゲーム数ですね。おいおいおい、すげえな。頑張ろう。チェアいる、チェア、チェア、応援、応援いる、応援いらない。多分そこまでは頑張れないと思うやつなんで大丈夫です。お気持ちだけで大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。やめて。立てるよ。おい。ああ。だからやっぱり応援が必要なんだよ。じゃあ次お願いします。すいません。応援がない。成果は分かんないけど10で終わっちゃった。こんなはずじゃっていうやつですね。あら、このプチボで5しか乗せてない。あ、そうですね、行きました。はい、270からスタートです。これチャンス目かな。近い。チャンス目です。ありがとうございます。実は赤7揃い本日初。わけがわからないよ。終わっちゃいました。はい、800枚出れば。東進温泉なのでちょっと据え置きっぽい台なんで何とも言えないんですけど、とりあえずまあ持ちコインができたことは良かった。あとはセット数があるかっていうのと引き戻しですね。ゲーム数的には微妙。終わり。大丈夫です、行きましょう。
騙されてるわけですよ、これ。なんかはめられてんじゃねえかなっていう。一番よさげですよ、よさげですよって出てるのこっちですからね、両方ですからね。100ゲーム天国抜けてしまいました。強チェチャンス目、強チェの順番で引いてます。おお、やりました。強チェかチャンス目か強チェ、どれかで当たりました。138ゲーム順調にストロング。さあちょうど前半半分ぐらいですね、はい、終わって、はい、でここから後半戦に入るところなんですが、はい、さあ今回は初代窓マギ、はい、さあここまでどうなのか、俺からいいですか。はい、あのゴミビッグ1回ですね。プチボーナス、プチボーナスじゃないですよ。でもゴミビッグ、でもゴミビッグですよ、はい、150万しか出なかったですよ。いや、それあれいい方ですよ。いい方、いい方のビッグです。いや、ビッグと負けでビッグの、はい、そうですね、それ引いただけですね、うん、なんで今年が800万ですかね。はい、青山、はい、私の方は投資が200枚、回収が今700、800枚弱ぐらいです。素晴らしい。じゃあぼちぼち500枚ぐらい浮いてる状態ですね今。そうですね、はい、はい、そして松本さん、私はですね投資が300枚で今1000枚ぐらいですか、うん、プラス700枚ぐらいです。でまだ続いてんでしょ、RT が。はい、残り何ゲームなんですか。でも200は切ってない、切ってますね。100いくつか、なんかすげえの引いたんですよね、俺よくわかんないですけど。もうあれ、なんすか、あれめちゃくちゃすごいですよね。すごいです。プチボーナス中、あの化け中にバーゾロイ引いて、はい、うん、バーゾロイさん何分の違い、3分の違いですか。6000分の違い、6000、30ゲームのプチボーナス中に、6500分の1ぐらい。そんななんかバケモンみたいなの引いて、はい、まだそんだけしかないですか、出玉。ちょっとね、アルティメットバトルで頑張れなかったんですよね。なるほど。9セットですけど。ただあれが、はい、もうどこまでいくか分かんないって感じでしょ、はい、これ冷静に考えてですよ、はい、なんか真珠の数に出玉が比例してるんですよね。ということは、いや俺いらないですよ。その話は終わっちゃいますよ。あ、終わったんですか、はい、終わっちゃいますよ、はい、そういう話したら。はい、わかりました。じゃあこのままつけときます。もう多分それもう死ぬまでつけるのがいいんじゃないですか。多分いいことありますよ、常にパーティーじゃないですか。いやいやいや、なんかっていうことはトータルで浮いてるんですよね、はい、出さんですよね、はい、木村さんどうですか、窓マギ。お好きになりました。今俺この時点で、はい、いや面白いね、好きだねって言ったらちょっとおかしい人だよ。確かに。いやでも右と左を見て、あ、うん、次は僕にもこんな展開が来るのかみたいなワクワク感はうーっとしか思わないですね。ちょっと残念ですね。見てると、うん、なんか時間かかりそうじゃないですか、うん、あれ始まってから。いや、はい、意外とでも早いですよね、うん、ボーナス、あの天国ループとかでビッグ絡むと、うん、もうちょっと打ちますけど、はい、でまあ始まらないだったら移動しようかなと思ってます、うん、まあまあそうですね。より早い台っていつものあれですか。いやちょっと考えてくださいよ。それは勘弁してほしいですね。いやまあその辺はいろいろ、はい、さあというわけで、はい、後半。なんかすごい、なんか俺悪いことしました。うちら乗り打ちだし。勝てるようにしましょう、みんなで協力して、うん、はい、頑張りましょう。あれですよね、我らは勝ちを目指してんですよね。勝ちを目指してんですけど、はい、なんか妙にこの旅を通じてこの段階になってなんか連帯感生まれましたね、2人。いやもう1対2ですからね。そうですね。昨日の夜から今日のね、はい、昼まで常に2対1。松本さん何回意味わかんないグーパンされてるかですよね。そうですよ。そうですよ。ただ一つ言っておきますよ、はい、全然足りねえからな、これ足りねえんじゃねえぞお前。何にやついてんだお前、まだ足りねえぞお前。わかりました、まだ出し足りねえよ。わかりました。この番組は上昇番組です。はい、ただの会社じゃねえんだよ。はい、爆勝ちなんだよお前狙ってんのは。しっかりねえよおら。やろ、いやいや、こっちのセリフですよね、うん、しっかりやろ。頑張ります、ね、頑張ろう頑張ろう、ちゃんとやろう。頑張ってくださいね。後半戦開始だよ。というわけでさあ行きます。いや迷うとこだな。やっとチャンス役いけた。しかもいい演出。チャンス目だよな。ゲーム中的にはこの辺なんだよな。全然熱くねえぞこれ。
てください。木村さんがチラッチラって見てるんで。乗せた？ゲーム数乗せたの？はい、ゲーム数を乗せたの？さっき20ゲームチャンス目で乗せました。何こと言わないでくださいよ。あ、違います、こっちの話です。カメラマンさんと どうした何隠してたの？いや、何も隠してないです。隠してる。ちゃん、落ち、 RT は落ちてないですよ。押し順ミスしたり、追加こぼしたり何かしたの？一回もしてないです。うちのカメラマンは影の監督。いや、人に勧められたなんて打つもんないですね。よくな大きないですね。でもこれよくあるのが、まあこういうのはいいんですよ、別にあれ面白いから打ってみないで、まあ打ってるから、まあこれは全然今日のはいいんですけど、まだ例えばこう普通に打ちに行ってて、まあ知り合い、ちょうど知り合いとかいたりするじゃないですか。で、まあ自分から見て良さげに見えました、機種は何でもいいんですよ。なんかこれ良さげで開きました、で良さそうだから打ってみればでおすすめするケースたまにあるじゃないですか。あれ本当に良くないですよ。あの要は良さそうだので止めてればいいんですよ。これなんか、ね、良さそうだけどね、分かんないけどねぐらいだったらいいんですけど、良さそうだったからあなた打ってみればって言っちゃって仮に座っちゃいますっていうと、まあ実際出ればいいですよ。出ればいいですけど、その出なかった時に、まあ出なかった時でも、その要は 出るまでの間、揉んでる間とかもやっぱね、進めた方が気が気じゃない。で進められた方もこれねえよなって思っても、やっぱ進められた手前やめにくいですよね。仮にそれが本当に6だったとしても出るか限らないじゃないですか。で6と、まあ高専生とはっきり分かるケースもそんなないんで、あんまりね、その進めればいいですけど打ってみればまで言わない方がいいっていう、まあ、ワンポイントアドバイス。ワンポイントアドバイスだね、畜生。終わりか。まあちょっと足りなかったかな。で後乗せはなし。おい、よく頑張りました。頑張った。自分で言うな、お前頑張った。自分で褒めないと、木村さん褒めてくれないし。でもここが248なんで、200のゾーンだったら行きますよ。おー、よかった。これはどういう意味なんですか。いや、このループセットで何セットか最初からあったのか、もしくはこの200の後ろの方にボーナスが隠れてるか。なるほど、やりました。拠点5区抜けちゃったんで、ちょっと1回ユニメモで見ますか。もう当たれよ。おい、これ強チェの可能性あるよ。さあ、ここで強チェを引いた。これは当たるだろう、さすがに。OK! よし、おお、素晴らしい。ラストゲームで、ワルプルやっと入ってくれました。通常あ、よかった、これチャンス目。
スイカこぼしたかと思っちゃった。さあもう一丁やった。5戦目なんで5戦ごとにあんだろ。5戦ごとに、はい、5戦ごとに、はい、最後。あー一番弱いやつです。すごいタイミングだな。さあ今途中のユニメモでいろいろ見たんですけど、そんなまあ1000ゲームぐらいなんでがっつり回してるわけじゃないんですが、弱性が中間ぐらいの数値で、通常時のスイカからのチャンスソンが6の1なんですよね。で強制とチャンス目からボーナスとかはあるんですけど、まあそこまで設定差が大きい部分ではない上に直撃も現状はない状況なので、設定の方はあんまり期待できない状況かなと思うんですが、今天国を抜けました、まあ、隣でキャプテンが頑張ってるのにうちがやめるわけにもいかないかなということで、あキャプテンだって木村さんが、はい、なんで追加投資しなくていいところまでは追ってみようかな、なんで頑張ってみたいと思います。いきます。はい、継続率悪そうなんですけどね。あ、そうなの。最低何パーなの。 50% だったと思います。 50% でここまでいかないでしょ。ねえ、これはいけるでしょ。え、うわ、いやいや、まあまあワルプルにしては良かったです。 OKOK。ゲーム乗せです。あ、しかも今さっきのチャンス目からか。これは自力で当てたかな。あーよかった、チャンス目で。今弱チェ引いてすぐの強チェリーだから 40% から 60% ぐらいあります。青山さんやりました。エピボ、エピボ、ボーナス怖い。青いか、頼む。普通に外れた、最悪。発展いきなり。え、天国じゃないんですか。え、レイアウト引いてなければ天国じゃないですか。行く、
と面白くなってきたぞ。本当本当嬉しい。またホムラ揃いゼロだわ。おお、つないだシャンソン。ARD 入っただけだろ。いやーよかった、よかった、本当によかった。ようやく ART ゲット。 ART だけでこんな褒められたの褒められて祝福されたの俺初めてですね。でもよかった。おーかーい。うわ、これめちゃくちゃいい。回ってる。ダブルもあるよ。あ、ワルプルまでこれ一番効率いいっす。ワンビッグ2回は効率いいっす。すごい。続きましょう。ホームラン揃えたんでこっちはバー揃えますよ。いくよ。はいはいはい。ごめん。雰囲気はあったね。ちゃんと応援しますから。いや、大丈夫。え、俺待っててくれ。待っててくださいね。わかりました、わかりました。ダイソンさん応援しましょう。あら、目標は目標5。20。ありがとう。もう一回はじゃないの。はい、いいよ。よし。避けて。避けて。あれ。立って立って立って。あれ、ここで終わるわけがないだろ。わけない。せっかく椅子まで用意したのにね。いや、お前らの応援が足りねえんだよ。ざけんな、ほら。ひどいな、おい。俺言ったでしょ。あれ、青文字。あ、じゃあ赤い。チャンスアップ2回入ってる。あ、チャンス目か。129ゲームチャンス目で当選いたしました。もうこれしかないんですけど、200のところ抜けちゃって多分まだ通常Aにいると思うんで、次420とかからチャンスなんですけど、そこまで回すのにお金入れなきゃいけないのと、この時間なんですけど、どうしたらいいですか。今日はやっぱエースはこっちなんで。はい、まどかに聞いて、まどかに。いやいや、 まだいらない。大丈夫、大丈夫、ほら、大丈夫。残り25ですよ。大丈夫、大丈夫ですか。これは大丈夫、大丈夫。そこは断固拒否。やめてもいいんじゃない。やめてもいいですか。いいと思います。ありがとうございます。打ちたいんだったら打たれた方が。でもお金入れなきゃなっちゃうから。あ、そっか。じゃあやめときますか。俺はだ、まだいいですか。大丈夫、じゃあかぶりますよ。だって俺もう1セットあんだぜ。あ、そうなんですか。いや、だって2回揃えたじゃん。2回揃えたじゃん。2回揃えたじゃん。あ、あれ2回目はワルプルギスがもらえるだけで、セットはもらえないです。
く言えよ。だからまあ今ピンチですよ。それはまずいじゃんか。じゃあまあちょっとマイナスかトントンぐらいかと思うんですけど、あとは先輩方お二人にお任せして、うちの方は一足お先に受診終了とさせていただきます。楽しかった。いやでもこのゲーム数だったら継続も ありますこれは大丈夫だろ。レバーだけです。ではパチェロボでしっかりとマイデータを残させていただきます。やめる場合はマイデータを終了して QR を読み込めば OK。 パチロボ内のみんなの遊戯広場で今回のデータが見られるよ。3人のニックネームを検索してみよう。終盤で盛り返してきた。今俺投資が2万2000なんですよね。じゃあ枚数して1100枚、なんとかね1100枚は自分で取り返したいんですよね。今600枚弱、あと500枚ですね。さあ151ゲームついに終わったかもしれないです。おお、はい、終わるわけないじゃないですか。これしてて、ね、これしてて、違う違う。あれ？前50枚。さすがに僕も、あ、ここは関係ないです。さすがにここは終わっちゃったかもしれないです。もう一緒に行くか。はい。せーの。やったと思ったけどこっちか。俺だった。素晴らしいです。始まったな俺。始まったな。実戦終了だよ。さあ窓マギを結局3人とも打ち切りました。はい、はい、じゃあ俺からいいですか結果。はい、俺本当にもうどうなることかと思ったんですよ、はい、ボーナスしか引けない、全くやる気入んないですけど、はい、ようやく入って、はい、なんと2万2000投資でプラりましたね。お1300枚弱出ましたんで約プラス200枚ということで。さあそして青山。はい、はい、私の方が投資は軽めで200枚4000円で、回収がなんと174枚マイナス20枚ちょっとです。すいません。でも楽しめたんじゃないですか。いやもう気持ち的にはプラス収支でですよね、はい、まあ高知用ですよね、高知用入るんで、まあ、プラスみたいなもんですよ、はい、はい、ただ今日ここはおまけみたいなもんですよ。そうですね、やっぱり数珠の数が数珠じゃないですかパールですよ。はい、パールの数がやっぱ物を言いました、はい、バイソンさんどうだったんですか。はい、投資は300枚、回収が3120枚ぐらい、プラスの2800枚ぐらいです。素晴らしい、ありがとうございます。というわけで、いやさあ今回も勝ちました。はい、15勝4敗で迎えて、今回勝ったんで16勝4敗なんと勝率8割と、すごい、すごい。いやそして前回負けた大阪にリベンジしたと。そうですよ、そうですよ、素晴らしいじゃないですか。何にも言うことないですよ今回、はい、いいコンビですね。そうですか、そうですか、うん、まあ、これ飲みの夫婦って言うんでしたっけ。
なんすか、僕がちっちゃいからですか。あ、そういうこと。あの飲みってメスのが大きいんですよ、うん、だから女性のが大きいと、うん、あの飲みの夫婦って言うんですよ。え、違う、これ今坂になってますもん、若干傾斜あるし。逆になってみ。え、大丈夫、自信ある。やっぱだいぶ大きい。嘘傾斜じゃない。だいぶ大きいな。もう言うことなしですね、うん、はい、なんすかね、なんか反省点あります今回。俺はないですよ。そうでしょうね、うん、ですよね。麻雀で一人勝ちして、はい、で次の日はね、十分。あ、でも窓マギ楽しかったですか。それだけ聞きたいです。はい。じゃあもう今からもう一回打ちましょうって言ったら。いや今いいですよ、だってもう十分お腹いっぱいですもん。じゃあ明日は、明日朝から行って何打ちます。明日凱旋かな。でしょうね、でしょうね。そうなりますか。はい、まあまあいいでしょ。はい、最後まで打ってくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました、本当に。いや、素晴らしい旅になりました。はい、どうでした今回の旅は。だって基本あんま好きじゃないじゃないですか。はい、泊まりも好きじゃない。初対面はあんまり、うん、苦手ですよね。はい、苦手な方です。うん、どうでした今回旅。悪くなかったです。悪くなかったですか。はい。なるほど。じゃあよかったです。2度目、はい、2度目はありますかね。あの呼んでいただけるんであればいつでも。次誰がいいですか、そのパートナーっつったら。え、リアルなとか言って。いや誰がいいって希望聞いておきますよ。マリモさんかオキさんがいいかな。ああ、マリモはさておき、オキさんはどうかな。出てくれっかな。俺あれから前回出てもらった後3回ぐらい言われましたからね。俺二度出ねえからな。あ、でも旅嫌いですもんね。奥さんになると一回帰ることになるんですよ。あ、でもうちも帰りたいからちょうどいい。そういうのありですか。わかりました。じゃあ奥さんの時にまずは出ていただくと、はい、ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。さあこれで16勝4敗、もう二度と負けない旅打ち、まだまだ続きます。またお会いしましょう。さよなら。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。どういう気持ちで使いなきゃ。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。